イエーイ。ということで本日は千葉県某所にお邪魔しております。本当に来たよ私本当に行くんですよ。ちなみに今11時半です。夜の遅い時間にすいません。でも夜でも対応してますので。ということで本日第1回目オタク訪問千葉県の某所に来てます。アズールくんというオタクに来てます。ちょっと生態見せてもらおうね。見て綺麗にしてんね。見てよ、すごくない？ちょいちょいジブリがいるのが気になってるよねこれは超気になるわしかもあの出ましたカメ全部揃ってるのこれ。あ、違うわ。ん、最初のやつは全部揃ってます。ん、4種類。すごいね。ちょっと一個ずつ見せてもらえますか。一番左にいきなり水槽あるで。これは何が入ってる？それはまだメインは入れてないですね。あ、そうなんだ。はい、ちょっとベタのワイルド入れたくてなかなか入荷待ちみたいな感じです。そうか、立ち上げてるんだね。でも、はい、素晴らしい。隣は？うわ、いるやん。はい、あのサービス精神あって出てきてくれましたね。さすがだね、分かってる。取られられてるね、これなんだこれ。うわ、レオパだね。うわ、黒いじゃん。ブラックナイトじゃないですか、これは。その隣も？ちょっと隠れちゃってるけど。ちょっと脱皮前でなかなか今神経質な。これはオリーブハウススネークのメラニンですか？そうですね。でもそのね、いいね。え？隣によちよち歩いてるのがとっても気になってしょうがないんだけど。え？かわいい。見つめ合ってるめっちゃ可愛い。見えないかな。開けてみます。いいですか。はい、全然この子たちは飛び出さないんで大丈夫ですなんかあるぜ絶対。ネジ生きてるネジでしょ多分。可愛い。え、可愛い。寄ってくるやん。息しとっか。可愛い。カラクリじゃなかった。全部意識じゃなかった隣に行きましょう。こっちが沖縄シリケンイモリです。さっきのが奄美シリケンイモリで、こっちはちょっと金箔が乗るんで派手ですね。出ました、シリケンイモリ。ちょっと一匹拒食気味なんで痩せちゃってますけど。あ、こっちの子パワーでパツンパツン、はい。その隣にとんでもなく小さいのがおるよね。それは南イボイモリですね。去年の6月に孵化して上陸半年ぐらいですかね。かわいい。ちょっと待って、ちっさくない？あの最初は1センチないです。うー、それ何餌あげてたの？あのブラインシュリンプっていうあの魚の稚魚用の餌をあげて、うんうんうん、で糸目あげて赤虫あげて、うんうん、今は人工飼料を食べてます。おお、そこまででも餌付くんだね、やっぱり人工飼料に。ああ、もう大体餌付きますね、頑張れば。へえ、それをやっていくのも楽しいね。でもそうですね、で上陸するんで進化してる感じがして面白いですね。そうですね、そうですねとか言ってな急に他のことにさ興味がいっちゃってさその下行きましょう。こっち2つは何もいないです、うん、今苔をただ育ててるだけの状態で。苔も育つの大変なんだからね、これ。まあそうす、キープしてる感じで。そうか、こっちが、うん、わ、見てるよ、マダライモリっていう緑色の。っていうか緑だからさ、緑と透過して見つけられるかな、みんな。見つけられてんのこれ。見つけられてるかな。いや、探してに見つけた人にはあれだね、特に何もないけど。いや、すごいね、綺麗。やっぱりこれは何ライトを使ってるの？それは水槽用の安物って言い方悪いですね
水素用の何でもいいんで、結構ものバラバラ、LED です。うーん、苔育てるの LED で大丈夫なんだね。あ、全然あの強くない光の方がいいんで。へえ。あの山の足元にあるんで、木の下なんで、うん、木陰が良くて、そうかそうか、イモリも直射日光嫌うんでちょうどいいんですよね。弱い光。そうなんだね。いいね。綺麗ですね。LED だからね、より綺麗に見えてるね。その隣は何かいる？それもまだあれストックです。立ち上げて。はい。それであれだね。下にも何かいるんだよ。来ました。そいつ右のがファイヤーサラマンダーで。綺麗だねやっぱね。隣隠れちゃってますかね。うん。白黒のマーブルサラマンダーが出しますか。はい。でこの子がマーブルサラマンダーっていう、まあ、白黒のサラマンダーですね。ムチムチ。まあ、結構餌食うんで。ちょっと小刻みに揺れてるんだよね。めっちゃ可愛い。基本はこういう下に隠れてます。普段は隠れてるんだね。なんかね、もうなんだろうね、この質感っていうか。あのミスタータイヤマンみたいな。かわいい。イモリよりちょっとテカテカしてムチムチしてるのが多いですね。そうそう、前にこうやってビートを刻んでるんだよね、ちょっとずつ。あのカエルと一緒で喉の下のあれで刻んでるっすね。そうか、かわいいね、はい、小スペースで飼えるね、サラマンダーたちは。そうですね、それが良さですかね。あと結構温度差がある地域の生き物が多いんで、あの冬場マイナス行く地域とか全然いますんで、このヨーロッパの子たちは冬場雪の下にいるとかって言いますね。いやー、かわいいね、サラマンダー。ちょっといいな。想像を超えてかわいかったわ。もっと大きくなるのかしら、これ。そうですね、もう二回りぐらい大きくなりますね。かわいい。続いて隣に。じゃん。ヘビがおるぜ。これはあれですね、はい、メキブラちゃんですね。そうですね、あのお迎えさせてもらった子ですね。ジェプキンでの。リプキンでの子大きくなったね。今アダルト L を作ってます。え、だって最初いくつ食べてたの？最初ファジーからですね。そうか、アダル食ってるって思う。食ってるってまた言ってた。基本何でも一回噛みつきますね、餌は。でもやっぱいいね、メキブラね。その隣もメキブラだね。そうですね、そっちの子が男の子か。こっちがメスです。そっちがメスか。こっちはまだピンマの M、もうちょっとしたら L いけるかなって感じですね。そうだね、まだ体格差が結構ありますね。はい、まあ、気長に長生きなんで、メキブラ。ありがとう、奇跡的に管理されてますね。綺麗にしてるよ、ほんと。両生類って温度帯的には一緒で管理してるの？そうっす、あの基本エアコンだけで管理してて、うん、で、まあ、メキブラとか、うん、あのヘビだけ、うん、あのパネヒット、でもこの子たちは下なんでちょっと底冷えするんで、ダントツを追加で、そうそう、プラスしてあげて、基本はエアコン何度で20度とか22度とか、うんうんうん、その外気温が低い日だけ22度にしたりして、うんうんうん、であと Wi-Fi であのスマートリモコン使って、うん、低くなったら強くして、夏場も逆っすね、暑くなったら強くして、ちょ電気代もったいないんで、うん、いやハイテクですね今の世の中。なんだよスマートリモコンって。まあいいか、すげえやつがあるってことだな。ググってください。昭和の女はねそんなん知らんのだよ。スマホだけでできるんで、すげえな。おい、今の世の中ってすげえんだな。やっぱちゃんと管理されてますね、素晴らしい。ということで、アゼルくんちお邪魔させていただきました。ちょっとソーシャルディスタンス離れとこう。今更、ちゃんと消毒してます。こんな時期なので消毒して、マスクもあれで、靴下も買いました。それはあんま意味ないんだけど、靴下はちょっと足の追いがあれで、あれだったので。あれがあれで。あれがあれで。はい、いや、なんかちょっとね、最後お話ちょろっと聞きたいんですけど、はい、もう買い始めたきっかけ、
一番最初に買った生態機構は何じゃ、まず。ああ、一番最初に買い始めたのは、もともと水槽を始めて、うんうんうん、まあ、手軽に始められるので、うんうん、魚買い始めて、うん、でもやっぱちょっとイモリとか、うん、行きたいなと思ってちょっと上陸したんですね、うんうん、半陸半水に、うん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 、でヘビ買いましたね、その後。あ、一発目ヘビか。そうですね、爬虫類一発目ヘビですね。そうか、なんかやっぱ本当いわゆる上陸組ですね。そうですね、ちょっとずつ上がってきた、ね、何回踏んでね。そう多いんですよ、本当に。アクアやってる方たちがアクアから、まあ、爬虫類までね、最終的に今ジャンプして来てくれることをね、あの上陸組と言います。これ本当うまいこと言ってるよね。結構多いですね。ね、一発目がじゃあ、え、何ヘビ買ったの？一発目はもうちょっと今いなくなっちゃってるんですけど、シマヘビのメラニスティック。おおおおお。でもやっぱ気づいちゃったんだけど、黒好きよね。あ、そうですね。黒い個体が多いですね。ね、もうなんかね、爬虫うちで、まあうちが爬虫類ショップやらせてもらってるんでね、その感じで言うと爬虫類はほぼ黒よね。そうですね。うん、爬虫類も黒いですし。もうこのイモリ関係も結構黒ベースが多いもんね。そうっす。もう好みがめちゃめちゃ分かれてるね。でもね、あのすごい綺麗にしてて、すごい参考になった動画になったと思います。ありがとうございます。一発目ありがとうございました。夜遅くにお邪魔させていただきました、はい、ありがとうございます。またお店にも遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、では終わり。